ですね、まずこのようなまあ、巨額のお金をお持ちの方っていうのは、うん、スポーツ選手にまず限らずですね、例えば芸能人でもスティングさんっていうのが何年か前に、うん、歌手の方ですね、歌手のスティングさんが何年か前にやっぱり同じようにお金を抜かれてたっていう事件があって、うん、話では100口座あったという話もありました、うん、それで大谷選手が、まあ、どういう口座を使って何を知ったかっていうのもありますけど、うん、僕が覚えているのは皆さんも記憶に新しいと思うんですけど、グローブ を寄付をしたりする、うんはい、であれを例えばただ単に個人が出すんではなくて法人化して何かお金を出すっていう形にすれば税制的にも、うん、少し優遇が受けられる部分もありますから、一つの口座でお金を全部扱ってるとは絶対ありえないですよね、うんうんうん、でまあ分かんないですけど10も20も口座があるとしましょう。そうすると一つの口座でアメリカではサイナーというんですけれども、はい、その口座に対して権限を持ってサインができる人っていうのを一人だけじゃなくて複数人なるほど設定することができます、うん、まあ、例えば僕の個人の事務所でも僕がいる所属する事務所でも僕が日本に出張に来てるとサインできないですよね、うん、物理的に。そうです、うん、だからその場合には事務所の会計担当者を信用して、うん、その人にサインをしてもらうっていうことも十分あり得るわけです。それでもう少し踏み込むと今回の場合は送金をしたという8回から9回送金をしたというような事実が、うん、まあ、出てきてると思うんですけども、送金をするのはですね、その銀行でのセットアップをするとメールに2段階認証を送るか、はい、またはテキストのを、うん、テキストって言って日本で言うとショートメールですかね、うん、ショートメールを送って2段階認証にするっていうのを選べたり両方にしたりっていうことが設定が可能なんです、うん、で考えてみるとこういった有名選手がですね携帯電話を1個しか持ってないってことはありえないんですよね、うん、少なくとも電話番号は複数持ってるはずだし、まあ、メディア対応だったりその分かんないですけど内部のものとか家族とかのものとかいろんな番号があると思うんですよ。使い分けて、使い分けて、うん、それでビジネスのことに関しては例えば水原さんにもこれ口座の管理頼むよ、グローブ日本に送ってよ、これこれ購入してよってことがあったと思うんですね、うん、でそのテキストショートメールも英語ですから水原さんがそれじゃあこの番号に来るように設定しといてって言えば、うん、だから要は会社で横領をするっていうような形のと同じ構図だと思うんですけども、うん、まあ、背任行為をするっていう言い方もあるかもしれないけれども、はい、そういうことで十分に送金は可能だったと思います、うん。